ピクシス、邪魔をするぞ。おお、ザックレー総統が自らお出ましとは珍しいこともあったものじゃ。相応のもてなしをせねばならぬところじゃが、あいにくここには何の用意もしておらぬでの。気遣いは無用だ。近くまで来たついでに立ち寄ったにすぎん。それなら気の済むまで休んでいってくれ。普段は気疲れすることも多いのじゃろう。何、犬の役に徹してしまえばさして辛いと思うこともない。とはいえこのままで終わるつもりもないがな。やれやれ、不穏な話にわしを巻き込むつもりではあるまいの。不満そうだな。ならば別の話をしようか。芸術の話はどうだ。おお、何か高価な美術品でも手に入れたのか。そうではない、私がこの手で作る予定の芸術作品の話だ。何十年もの間ずっと構想を練ってきた。これはもう私の趣味と言っていいだろうな。構想を練るばかりで形にはしなかったのか。実際に作るにはいろいろと準備が必要でな。しかしその準備が整うのもそう遠い日ではなかろう。どうもお主が言うと不穏な話にしか聞こえんの。完成したら真っ先に見せてやろう。楽しみにしておくといい。まあ覚えてはおくが、悪趣味な芸術作品なら遠慮したいものじゃな。